ちょい渡ってよね。それでメグロちゃんパンチを繰り出す。あははは、くっさの古ぼっこしたよ、ホクちゃん。ええー、と言うと、突然空に飛んでいってしまった。ふう、やれやれ。肩を押すメグロちゃん。どうやって余ってるの、その向かうの髪下ろしは知らないけど。足が負けるわけないじゃん、とにかく。突然空が暗くなっていく。このスクリプトも大変でした。これ、こうやって3回トランシングすんの。トランジェントかトランジェントすんの。夜になっちゃったよ。太陽の神は埋まったらスカウンジをサンオランブを見かねてアマトに植えて始まったと、ハルちゃんのおばあさんはテレビでそう説明した。どうしよう、どこに消えちゃったの。そう、エアちゃんとたまものキャラクターは強いんですけど、ハルちゃんがいまいちなんですよ。だからデコ入れして、ハルちゃんはエスパーの少女ってことしました。どこに消えちゃったのか、あっという間に夜になっていく。ハルちゃんもエアちゃんも泣き出してしまった。どうしよう、タウンワッシュ泣き出そうとしたとき、あ、メグロちゃん、お母さん、お母さん、メグロちゃん、ハルちゃんのおばあちゃん、シンクロじゃな、メグロちゃんの娘がアラブルグの下の、下のお母さん死んでしまったんじゃ、その後泣いて泣きわめいて、高山ヶ原、神様を住む場所、お乱暴働いたよって、いざなぎを求め、下のお城の世界に行く。メグロちゃん、死んじゃうの。いや、読み、霊界から帰ってから乱暴働く。この後はメグロちゃんの暴走が始まる。おばあちゃん、なんとかできないの。近くにヌスッと神社と神社あるはずじゃ。そこの監視をやる年老いた神社の監視。それ助かるの。今、神社を送る。通が届く。これはヌスッと神社までの道のりね。やあちゃん、はるちゃん、泣いてる場合じゃないよ。さっさと神社行こう。ヌスッと神社、出雲系の神社で女内を持つ神社である。簡素で古い建物がなんか怖い。神主様、神主様。タワマは声を張り上げた。悪霊大さん、悪霊大さん、困った時には陰陽師と。あやちゃん、何それ。神社に来たらそういうでしょ。いや、よくわからないけど、神主様。神社の戸が開けられ、大変じゃ、大名持様が。大名持、カズラ、古代の飛行隊みたいな髪型をした一人の男が現れた。ご苦労であった。男はそういうとどっかに行ってしまった。突然、神社の境内が手が伸びてくる。それは何だろう、それは何だろう。夜の神、月読みの表だった。うわぁ、第三章、球体がぐるぐる回っている。そこにはメグロちゃんの毛がさまよっている。暗い世界、光が見える。メグロちゃんはそれを掴んだ。光から毛が引き抜かれた。たまはぼーっとしていた。気がつくと目の前に幼稚園が見える。小さな幼稚園だった。気がつかない前に体に巨大化してしまったのだ。どうなってんの。これはウルトラマン34話だ。トヤちゃん、ということはあなたはメフィラス星人、地球は人間のものだ。誰にも渡すことはできないよ。わらわ月読み、月と夜を支配する女神、タワモちゃんを心よく異形のものと戦うため巨大化してもらった。変態が回る。あれはゴジラ。海から現れる怪獣はピギャーと吠えた。あ、ガメラだ。炎をまといながら現れた巨大な怪物、身長120メートル。そう、日本の守護神ガメラが現れた。あれは平成ガメラ G2 よ。レギュラーの戦ったやつだ。 CV ゲンタテッショウ、サイバートロン戦士出動だ。あれは G1 コンボイだ。あ、隣ホトロ出ます。多宇宙世界からデターナルチャンピオンになった資格を持った勇者を集めた。ここはどこでしょうか、司令官。私にいい考えがある。司令官、コンボ司令官バッスル。うわぁ、何よ、ロボットのせい弱いな、とたんもう言うと。ロボットは超ロボット生命体なのよ。だからガンダムで論争になる。別にロボットの形しなくてもいいじゃん。っていうことは言えないの。そういうロボットたちを生命した、形をした生命体だから。トヤちゃんが叫んだ。でも弱いわよ。そう、弱くなかったコンボじゃないのよ。と、エアちゃん叫んだ。地平線の向こうから巨大な影が現れる。あ、レギオンにいる、それにギャオスだ。エアちゃん嬉しそうに叫んだ。そりゃあんたは戦わなくていいのが気楽よね。タワマは戦いのポーズを取った。ピギャー強ピ、こいつは何なのよ、こいつは。だから電波怪獣レギオンだって、マートエアちゃん。なんでこんな強いやつ、ただの幼稚園じゃ戦わなくちゃいけないわけ。そうだ、これを使ってとエアちゃんはタワマに向かって1本説教を出した。これは、っていうか、あんたいつもこんなの持ち歩いてんの。だって最近始まった魔法少女萌えっ子メイドメツンデレ萌え目面白いんだよ。なるほど、あのパワーを使うのか。はっ、ただもう、この世の中には、バレット式多世界
社会解釈という量子力学の考え方がある。とつけ読み、詳しくはタイムシップ読んでね。トイヤちゃん、シューレーガーの猫、つまり不確定性原理には難しくてよくわかんない。あとでタイムシップ貸してあげるからね。トイヤちゃん、まあいいわ。このステッキで魔法少女リリカ・ナノハみたいに魔法を打つわけね。違うの、変身するのよ。あ、変身、そう、魔法の呪文、萌えっこメイド、ツンデレ萌え萌え。ああ、あ、萌えっこメイド、ツンデレ萌え萌え。あんたがやりなさいよ、私帰るからね。待って、あんたしか気をつけないっておばあちゃんが言ってるの。ひとはるちゃん、分かったわよ。ツンデレメイド、萌えっこ萌え萌え。ドカーンとよとっとも衝撃波を襲ってくる。キャー、違うって。ま、萌えっこメイド、ツンデレ萌え萌えよ。分かったわよ、萌えっこメイド、ツンデレ萌え萌え。するとエアちゃん、光がエアちゃんの周りもあった。ポンって音ともに、タワマは長いロープに三角帽子をかまどった時、魔法使いの格好になってしまった。あー、ダメー、それは魔女っ子メイド、ツンデレ萌え萌えのライバル。魔女っ子メイド、ヤンデレ萌え萌えじゃないの。そう叫ぶエアちゃん。この後続きは、まあ、コンビニとかに出店する予定なので、またその時にやってください。これはおまけシナリオです。シルビア一子、今日早いとこからだったら立ち寄る前へようこそ。カノンはまだ目をつぶっていた。空には青い綺麗な空があった。下の上に転ぶカノンは春の心地よい空気に触れていた。彼女はバンド討伐の使命を受け、指揮を任されていた。空に浮かぶ雲を眺めながら、カノンはいろいろなことを考えていた。ラクロア王国に存在する民族は4つある。森の民、カタール山脈の山岳民族で、突然辞書を開始のベルが鳴った。タワモクロスのあだ名タワモは、今読んでいたラノベカノンの旅をカバンにしまった。先生の走るさんがやってきたのだ。ニックネームは走る将軍。堂々とひげはまるで将軍のようだというので、生徒たちが面白くつけたのだ。夕焼けのグラウンドを見ていた。このスクリプトも大変でした。まあやってみなくちゃ分かんないですけどね。吹奏楽部、部活のレッスンなど聞こえる。で、終わりですね。以上です。ハイアードガーラーとの大正ロマン、フューリングフィーチャー、ハイアードガーラーとの大正ロマンでした。コンソールで、なぜかこのキリキリのデモテストプレイだと、このコンソール、コントローラーの終了を押さないと終了しないですよね。ちなみにこのゲーム、まあ200円ぐらいで売ろうかなと思うんですけど、どう思いますかね。はい。それから、メンバーを募集してます。キリキリのスプリットを書ける方、シナリオが書ける方、もちろん映画を書ける方、あと音楽できる方、うちはあのクーロン黒沢の、カマダミアナットソフトみたいに来るもの拒まない趣味なので、ぜひともたくさん気軽にサークルに入ってください。あと、なんか話すことあったかな。なんか話すことあったかな。あと、そうだ、あとコミケのあれだ、ノウハウ知ってる人がいましたら教えてください。どうやって出店するのかとか、どうやって用紙に書くのかとか、もちろん謝礼を払います。よくらっすね。以上です。どうも、ハイアードガール改め大正ロマン、今日自作ゲーム自分でやってみたでした。